デイリー新潮の記事で、韓国、日本への報復で入国制限も航空業界は全面危機、意外な業種が増収と、はい、うん、意外な業種が増収で全くこれタイトルからは、はい、分からなかったんですけど、はい、こう読み進めていくとだんだん分かってきます、うん、はい、で韓国観光公社が公表した統計調査で2020年5月に韓国に入国した日本人は45人だと思った全然いけない、はい、45万人かなと思ったら、はい、45人、政府関係者しかいないよね、ほとんど。前年同月は28万6273人だった本当に、ね、半端ないですね、はい、5月の入国者総数は3万861人だが、そのうち1万2864人が航空機、船舶の乗組員だ、うん、なお同月日本を訪問した韓国人は20人にとどまり前年の60万3394人に比べてほぼ 100% 減となって、はい、これはあの日本もやばいんですよ。そうですね、韓国人の方が全然来てくれない、はい、来てないと、はい、とんでもない話ですよね、はい、日本政府が3月9日以降、新型コロナウイルスの感染が拡大していた中国と韓国からの入国者に隔離を要請すると、うん、韓国は報復として日本人のみを対象とする入国制限を発表したと。なあ、そんなことやってたまあまあまあいいよって言ったでも結果的にこれ、はい、45日間自宅に、はい、着いた日から2週間、はい、外出禁止はもちろん人に会うこともできない、うん、当局は隔離者のスマートフォンにインストールしたアプリで位置情報を確認し、抜き打ちで電話をかけて在宅を確認する、はい、生活支援物資がか現金が支給され、食べ物や日用品は通販で購入すると、まあ、そういうことだったんですね、はい、韓国航空協会は今年下半期の国際線月平均旅客展望を昨年の504万967人より 97.6% 低い12万983人に引き下げた、はい、下半期は少なく見積もっても8兆7900億ウォンの売上減が予想されると、うん、もうとんでもない金額ですよ。そうですね、うん、で一方でですね、うん、恩恵を受けた意外な業種もある、はい、うん、形成外科と眼科だと。お、医療機関はコロナに感染する懸念から小児科の 46% 減や耳鼻咽喉科の 42% 減を筆頭に軒並みマイナスとなったが、手術後に休息期間が必要な美容整形と眼科は増加した、はい、特に美容整形は術後の半月から1ヶ月は人前に出ることがはばかられるが、うん、道行く全ての人がマスクを着用している昨今、うん、施術後の、マスクが目立つことはない。また在宅勤務の拡大で人に会う機会が少なくなり、この機会に整形手術を受ける人が増えたのだ と今ならヒアルロン酸とか打っても今ならいけるって、今なら人に合わないから、人に合わないからなるほどいやなるほどね、いや整形がガーンときたんだ、なるほどね、そういうタイミングなんだよね、マスクしちゃうから、うん、これ日本でもあるんじゃないですかね、もしかしたらね、うん、高須クリニックとかもしかしたら今、うん、そうね、鼻とか整形してもマスクしてればね、うん、いいし、マスクとサングラスとかしてれば、そう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 、確かにね、確かにね、いいですね、今がチャンスっていう、まさかの業界でね、はい、で特にあの航空業、日本はさまだあの国内線っていうのがまだ、うん、沖縄から北海道まで遠いから、はい、飛行機じゃない、四国だって飛行機じゃないといけないから、うん、基本的にね、うん、でも韓国って狭いから、うん、鉄道で行けたりとか車で行けたりとかする距離だから、うん、はい、そういう意味では日本って JAL と ANA もなんとか残れるかも ね、 そうですね、あの県を越えていいよっていうことであれば、あ国内線でなんとかね、うん、食いつなぐっていうか、そうです、ね、うん、国際線絶望的ですからね、そうだから国際線がないとダメな国っていうのあるじゃない、うん、あのシンガポールとか絶対もう国際線しかないじゃない、はい、空港1個しかないと思うし、はい、だから国内線でも需要がある国っていう日本ギリギリなのかなと思ってて、うん、なんかあそう日本のデカさってまあまあでかいんだなってちょっと思っちゃったね。いや北海道なんかも相当、北海道だけでもでかいですからね。そう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 、だって釧路から札幌行こうと思ったら、うん、もうなんなら飛行機で行った方がいいんじゃないかなと、はい、確かにね、うん、あの下手したら V 字で東京来て、いやその方が、はい、ね、はい、そう、その可能性があります。それじゃなかったら車で行くしかないですからね。あ大変だよね。車で行ったらとんでもない時間かかりますし。はい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 、
そうそうそう、だから日本はなかなかそういう意味ではあのまだあれだけど、韓国はちょっと航空会社も大変だろうね、うん、国内線っていうのはそんなに整備できないとか。にしてもこの、うん、破壊力ありますね、この、はい、45人ってね本当に去年だって28万人ですよ28万から45っていうのはそれ45人以外はね、まあ、まあ不要不急というか別に行く必要なかったそうそうそうクワイエットウィスプさん、私の町の駅ビルには K-POP ショップがありますと。お客さんは見たことありません。しかも店員さんも見たことありません。でも倒産しません。誰もいない空間に韓国のなるほど歌誰が言ってんだっていう。なるほど、はい、まあ、ちょっと K-POP についてまた後で。そうですね、これ朝日新聞の朝刊に載ってたんですけど、はい、文化の扉 BTS 世界席巻のわけ、うん、内心明かす歌自ら制作と、はい、若者少数者が共感、うん、はい、朝日新聞7月6日の、うん、はい、朝刊に載っていたんですけども、うん、21世紀のビートルズ、うん、韓国の男性アイドルグループが世界を熱狂させている、はい、うん、その名は BTS、 米国をはじめ各国のチャートで次々に1位を獲得、これまでの音楽界の常識を塗り替える革命を起こしていると、うん、もうベタ褒めですね。ベタ褒めでも、まあ、1位は取ってるかもしれないけど、うん、ビートルズって言い過ぎだよね。言い過ぎですね、うん、でもこれはあの韓国のものではなくて、うん、米 CNN が世界最大のボーイバンド、うん、ABBC が21世紀のビートルズと言っちゃったのかと。いや、うん、ビートルズっていうのは、うん、いや僕すごい好きで、はい、もう名曲ばっかりじゃないですか。名曲ばっかりです。もう後世に残る名曲ばっかり、はい、もうあの捨て曲がないとか、ね、捨て曲がアルバム聴いてもね。そうですよね。なんだこれ捨て曲がないじゃん。大体聴いたことあるなっていう曲が、うん、そう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 多いですけども、はい、これ知らないですよね。知らない。聞いてねえよっていうか、YouTube でちょっと見ただけだよって。いや僕も聞いたんですよ、はい、なんか話題になってるから、うん、なんかこうアルバム何枚か聞いてみたんですけど、はいはい、いやビートルズじゃないですよね。絶対違うと思うけどね、うん、だってコムサとかで全然流れないですもんこれは。あ、はい、そうそうそう、ビートルズだったらまあ自然ですけど、うん、はいはい、ちょっと違うかなと、うん、はい、でこの BTS のファンっていうのは、うん、アーミー軍隊と呼ばれ、うん、はい、その献身ぶりで知られる、はい、まあ、前回前々回ぐらいに取り上げたあのトランプの集会に、はい、あのなんか何万人来る予定が空席があったっていう時に、はい、あれ K-POP ファンが、はいはい、やったっていう話ですけど、はい、多分こその辺ですよ。アーミーが動いたのか、アーミーが軍隊が動いてしまったと。こういう悪さするっていうのもちょっと腹立つよね。そうですね、まあ、モノノフはやらないじゃない。あ、モノノフそういう悪さ、モノクロモノノフ安倍の集会をボロしてるかもしれない。絶対やらないでしょ、はい、絶対やらないですね、はい。でなんかこの曲とかも、はい、なんかダンスとかもこうメンバーで考えてるみたいな話らしいんですけど、はい、うん、K-POP 新感覚のメディアを書いたキム・ソンミン北海道大学准教授は、もともと欧米では K-POP がジェンダーや人種などでマイノリティの立場にある終焉的な存在に共感する人を引きつけてきた傾向があったと指摘、うん、世界のファンが BTS の曲が売れたり賞を取ったりするような活動をするのは権威に挑戦する非主流派からの権力闘争の側面もある。 BTS はこうした大衆の欲望を感じ取り拡張することで時代のアイコンになったのですと、うん、まあ言うんですけども、うん、ちょっとよくわかんないです ね。どこでなってるのかわかんないね。あ、ただまあもともとその中性的なので、うん、裸にジャケット着させて、はい、下手でも5人組とかで作ってやるっていうのはジャニーさんがね、あ、ジャニーさん、はい、あの歌とか関係ねえっていうのでやって、うん、韓国側もそれ真似してたんだよね、うん、なんかスマップとかも見てクマップみたいな感じのいや結構似たそんな名前だったんだよ。で、あ、ジャニーズの真似してんだな韓国はと思ったんだけど、うん、いつの間にか歌も上手くて踊りも上手いっていうジャンルまで韓国側は発展させたから、うん、それはやっぱ多分国内マーケットちっちゃいから、うん、海外行くには歌が上手くて踊りも上手くないといけないっていうのと、うん、英語も喋るとかさ、うん、日本語喋るってやんなきゃ。でもマーケットちっちゃいからさ、うん、で日本はさもう1億ってマーケットがギリギリ、はい、国内マーケットギリギリ食えるから、うん、だから歌は下手でもいいし、まあ、雰囲気で、うん、あのこう下手なのがまた可愛いっていう、うん、独自の発展のまま残ったっていう、はい、感じなんかなっていう感じしますね。まあ一体ちょっと、まあ、日本でも確かによく名前は聞くんですけども、うん、これなんてまさにあの原爆 T シャツのグループですからね。
あ、そうそうそう、原爆 T シャツの、そうなんですね、あの BTS ですから、うん、まあ、ちょっと、はい、どうなのかなと、うん、はい、じゃあちょっと僕はそのなんか悔しいなって感じがしてて、はい、だから日本の芸能界も歌が上手くて踊りが上手くて世界目指すっていう人が出てほしいなっていうふうに、まあ僕は思うんですよ。そうですね、うん、で韓国に先にやられちゃったっていうのは僕純粋に悔しいなっていう、うん、なんかあの日本のアイドルが K-POP デビューするのが目標みたいなやついるじゃないですか、はい、市場小さいとこ行ってどうするんだって感じですよねなんだっけ、なんとかプロジェクト、あ、あの虹プロジェクト、はい、そう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 、あれ韓国そう市場小さいところでどうするんだろうなと、そう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 、やってるね、うん、本当に、まあなんだろうね、でなんかその出てる女の子もなんか韓国風のメイクしたりとかしてて、はい、いやそれじゃないんだけどなっていう感じはするんですね。いやただやっぱこれは日本の音楽業界が今ちょっとこう向こうに押されてるっていうところでもあると思うので、そう、はい、そうですね、ちょなんとか頑張っていただきたい。逆に韓国で鍛えられたら世界にもしかしたらいけるかもしれないから、うん、まあ、ちゃんと見てないから適当なこと言ってんだけど全然見てないですけど、ね、全然見てないんでこれ以上話しても意味ないなと思ったんでやめます、はい。